大丈夫です。まあいいんだけどはい、じね。ゃあ準備完了してもらって始誰めてもいき言まわすねえのわ。笑じっゃあ、たレッわ、ツ本人狼当。殺。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。多分初心発者言メタってターンに言葉も入り似またす。い。わか6んない番かもな。のプレイヤーが発言さっきします。のキッズ多分ちょっとはい、おはようござ丁い寧ます。に言っ村てあ人げないとわかんねえぞ、これ。トップバッターですね。そうですね。誰かうまく説明できる人まあ、いないから。やっぱ俺じりゃうまくトッ説プ明バッできターないんでだ一よ。周しか皆さんじのいちゃん発メ言タが聞けないダメ中だってこで、と。まあ、釣り位置上げていこうと思ったら、やっぱり皆さんああ、も、気づいてほしいけどね。さっきのキッズも早めに。全員ですキッね。ズかな、わか一んねえ周け目ど。は、極力時間いっぱい話してほしいですね。で、まあ、前の人の印象とかね、語っていってほしいし、まあ、自分は一周目とか一日目は、占い審議よりかは、グレー考察単体でやっていく方なんで、そこまで占いの審議をバチバチ話すよりかは、グレーの単体精査重きを置いてる方です。はい。で、そうですね。盤面、濁らしたくないので、極力一周目の自分の皆さんの発言ターンで CO を出てきてほしいなっていう感じですね。そこだけお願いしておきます。以上、7番さんどう7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。特に CO はないかな。まあ、6番、おかしなことはないとは思ってるけど、まあ、色落ちはないかなっていう感じかな。そうだね。まあ、俺は、まあ、思考開示していくと、盤面精査、発言精査。まあ、いろいろあるけど、まあ、盤面精査するやつは、だいたい人外っていうふうに、思ってます。まあ、絶対そうとは言わないけどね。まあ、人外味高いなっていうふうに見ます。まあ、盤面精査でね、負けるときって狼がね、盤面作ってるんですよ。わかんないようにね。だから、発言精査の方が大事と思ってます。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい。村人陣営でした。発言精査の方が大事。じゃあ7番さん2周目に期待っすね。把握漏れとか捏造とかもせずにきっちりやる人なんかな。6番さんに関しては、ごめんなさい。頭に入ってこなかったっすね。ただ、印象良かったなっていう風な感じはしてます。悪い点はなかったなって思ってるけど、ちょっと飛んじゃった6番さんの話。7番さん、6番さんは怪しい点ないかなって言って、そのまま6番の精査を終わらせてから、俺もちょっとそれで忘れちゃった7番さんの話聞いてた。はい。まあ、2周目番、9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。6番に対しては、まあ、ありきたり。まあ、人狼でも言えることですよね。発言内容っていうのは。で、8番さん言ってくれなんたんかですけどね、も、噂なんだけど、継7投番するさんっかしないとて、かって噂なんだけど、俺がなんか6走りの判明精しな査いんだけをど、20秒ぐらいでしか使ってないんですよ。その終わる後、ならもう言うまあ、話だかららだにらと戻る自し分かなのいんじゃない、思っている変なこ声とあるけをど、開示して嫌いだるけだけど。なんで、6、7で比べたら、ああ、7の方がすごい印終象わがんの悪い。これ。で、8番さん、まあ、指摘悲をしい。入れているってい終うわんの俺観も点しんでどいは、ね。同じ視点嫌なのだかね、あっなてほとしい思っけど。ております。
もし8が狼だった場合、7との相方、微妙な殴り方にはなるんですけども、まあ、0ではないかなと個人的に思っています。はい。では2周目です。1番の人狼、お願いします。1番のプレイヤーが発言します。はいはい、村人陣営です。キューバさん、厚掛けしたんだろうね。別に9番さんの方が一番印象がいいかな、はっきり説明できて。6番は、まあ、それこそありきたりのこと言ってるが、色落ちなし、私7番の印象が悪い。占い師って少なからず少し盤面の考察って入ると思っている。占い師の、盤面を使わずに、占い師の、発言単体であなたは狂人狼、真、当てれるのかなって思ったけど。そういう部分において7番の方が印象が悪い。それに対して指摘する8番の印象がいい。それに対して明確に9番がきちんと言うところが印象がいいっていうところかな、今のところは。そうだな。ぐらいかな。ごめんけど、今のところはそれぐらいだわ。はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番占い師でランダムで7番さんが白です。7番さん白、お願いします。そうですね、まあ、1番さんがまあ厚掛けをされてる割に、まあ、白位置が多かったんですよね。これ1番さん狼の可能性低いと思いますね。まあ、精査間違って間違ってそうだなというのは感じますけどね。6番さんはまだ2周目1っていうのはわかりますが、8番さんは村っぽいと1番さん起きましたけど、8番さんって結局人の話聞いてない感じじゃないですか。だから8番の色が見えづらいっていう盤面だと思いますね。だからそこで8番の指摘が笑っちゃいました、1番さん。ですが、1番さんの感じは村だと思いますね。3番のプレイヤーが発言します。わかんないですけど、2番さんが1番村で置いてるのがあんまり意味だったけど、6番っていうのは多分2周目聞かないとわからないでしょ。9番だと、7と8若干何パーか追ってたんでしょ。7と8の6ないかもしれない。1番は9番白で置いて、8番どうだろう。6、7だったら7番の若干死んでるって感じっていうしかわからないっていう1周目でした。2周目聞かないとわからないです。盤面出て。2番しかとりあえずいないから2番死んでいいんじゃないかってぐらいの感じで。盤面出てからじゃないと俺わからないですよ。狼は。2周目考えますよ。まあ、あちら発言とかね、すら全般的なのとか役をつかすことやめましょうよ。迷惑行為っす。村を残して狼ついたいっす。SG1 の村人を残して悪路をついたいっす。SG1 の狼は、すると言ってますよ。狼はするって。はい。村と狼をちゃんと分けて、狼すると言ってますよ。はい。以上です。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい。よろしくお願いします。2番さんが7番さんにしろということで把握しました。そうですね。まだその2番さんの対抗っていうのが、まあ、出てきてないからわからないんですが、一応2番さんの精査をすると、その、まあ、2番さんの精査でちょっとわからなかったのが、1のローは低いと言ったところ。1のローってなんで低いんやろ ?1 番さんって全然便乗できる位置ではあるから、1のローっていうのも俺は全然あると思ったし、8番は話を聞いてない人物。まあそこに対してまあ違和感を持つのは、まあそこはおかしくないか。だからそこだけから2番さんに関して引っかかったのは。で1番さんに関して、まあちょっとなんか乗っかったような感じがあったかなと。まあ9番さんデマ情報、に乗っかって、まあ7番さん。を、まあ、印象悪いと。金が新しいところがちょっとなんか叩きやすいとこ叩いてるのかなって見えたけど、一番その発言を聞いてみない見ないことにはわからんから現状わからないっていう感じです。5番のプレイヤーが発言します。はい、性能ですけど、平和村なんでもう 100% 自分の対抗が出る盤面ですよね。なんで。人外の方には言っておくんですけど、他で出てほしい。騎士か、占いで。ね。騎士か、占いで他で出てください。2が7白ね。まあ、
1番と考えは自分は近いんですけど、まあ今回に限ってはね、7番が潜伏でない限り、まだここまで怪しむ、まあ印象悪いってしか言ってないんですけど、ことはないのかなというところで、どうなんでしょう、平和村。なぜ平和村にしたのかの理由もわかんないし、理由なしで平和村にしてる可能性はあるかもしれないです。なんか特段釣れそうな位置っていうところもなかったかなっていう印象です。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい。潜伏占いで五城ですね。はい。まあ潜伏した理由は初手だったし、三周を狙いたかったので潜伏しました。はい。で、5番さんが霊能か。はい。太鼓の2番さんに関しては、人狼で見てますね。で、4番さんも言ってましたけど、2番さんの1を村置きするのは、なんか理由とか、その他いろいろ、はっきり言って、なんで早くそう置けたのかなっていうところは、皆さんもわかると思うんですけど、2番の偽要素ですね。ただ、7が騎士だもんね。はい。だから、今日は1番さんから行きたいかなと思ってますね。はい。以上です。7番のプレイヤーが発言します。6が1から行きたいのか。まあ5番が最後だから、まあなんていうかわからんけど、まあ俺も1番って言おうと思ってたんだよね。1番ってなんか俺への叩きがむちゃくちゃなんですよ。俺はだから盤面で、追った場合に、例えば占い3しようみたいに1は言ってたけど、3人目で出たから振動1とかなんか言って、じゃあそこ強靭だったら負けるんじゃねえ村っていう話をしてるわけ。だから1番っていうのは俺の話を全く、なんて言うんだろうな。まあ正直ね、まあ人の話がね、理解できないんじゃないかと思ってるから、まあいらないかなって思ってます。1に関しては。まあいいよ。2番も1釣りって言っても1釣りましょうよ。まあ、俺は村としてちょっと思ってないかなと思ってるけどね。まあ、1で黒が出た場合って、6、1、なくなるだろうし、1でいいんじゃないですか。って思ってるよ。まあ、6の1、ライン切りも、ないことはないかもしれんけどっていう感じかな。まあ、他のグレーでそんな黒いとこ正直なかったからな。黒いっていうかおかしいなとこがね。はい。まあ、5番さんなんていうかわからんけど。はい、以上。8番。のプレイヤーが発言します。1っすか。俺は1よりか、まあ1もあるかもしんないけど、本当に1が人狼でいいんすか。26人狼騎して、6番と2番の相方が1番であり得るかどうか、6番が潜伏占いをしていて、6番さ潜伏占いした割にはさ、なんか考えながら喋ってたなっていうような、印象を俺捉えたんですよね。まあ、あれだからこうして、みたいな。なんか結構ゆっくり考えながら喋ってた感じは何なんだろうなって思ってて。2番に関しては1番の白弾き理由が、そうっすね。4番さんが言った通りね、わかんない、やっぱり。ね、やっぱそこって指摘するよね。ただ、4番の白要素にはならないと思ってる。そんなん誰だって2番おかしいこと言ってんだから、それね、やっぱね、1番の白弾きって、なんでだろう、なんでだろうってなるから、それ指摘できるんだよね。現段階ではわかんないって、ただただそこだけを一点攻めで殴って、他にあまり、まあ、触れてたのは触れてたけど、あまりなんか薄い感じで流して、なんか、精査をする人間っていうよりかは、発言をしっかりしようっていう人間だなって、4番に関しては、これはね、感覚精査になるからね、ちょっとうまく言えないか申し訳ないけど、なんか、そういうふうに俺捉えてるから、結構4番の人狼あるかなって思ってるんですよね。はあ。だから現状ね、俺は4行きたいなって思ってるんですけど、どうですかね。9番
のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。私個人的に占い師の精査をちょっと進めたくて、6番さん、まあ26の精査になるんですけど、6番さんが人外だった場合、2番の位置って強靭になるのではないのかなって思ったんだよね。1周目2番っていうのはヘイトが溜まっていた7番に対して白打ちをしており、でなぜその1番を白弾きできたのか、人狼よりも強靭名が高いなって個人的に思ったんだよね。人狼ではな、まあゼロではないだろうけども、率直に思ったのは2番の位置っていうのは強靭位置かなって個人的に思っていて、で6番っていうのは進路位置だよね。2周目で潜伏で、まあ潜伏理由も正直薄かった。中身があるかないかといえばない、ごめんこれは言えるわ。で2番を狼で追った場合のスケールとして、潜伏強靭位置ってじゃあどこだってなるよね。それの明言がないんだよ。怪しい位置ってどこって個人的に思っちゃった。で、そうだな、個人的には3番さんは正直釣りたくない。吹かす行為が正直無駄りではないから。はい。出ちゃってるけどね。それは狼って言えるかっていうとまた別な話にはなるんだけども、印象がすごくいいなと思っている人物です。1番のプレイヤーが発言します。はいはい、私は4釣りしたい。騎士権限で私釣るならまあ好きにして。はい。で、6が偽要素言いますよ。私、片白です。6が真なのであれば、ここで角白作った方がグレースケールが村目線狭まります。その視点がなく6番っていうのは1番を釣り一択なわけですね。6が真だった場合って私の色見ればいいんですよ。私が角白になった場合って村目線、どこにローなのかなってどんどん狭まっていく構図が出来上がっていくはずです。なのにもかかわらず6番っていうのは私一択なんだよね。で、じゃあ2と6ってどこ占っていくの？どういうふうにスケール落としていくの？村目線でって思うんだけども。はい。そういうところから6に真は追えないですね。で、2が真だと思っています。理由としては、私を村弾きした場合って HP がガリガリだから、まあそれこそ競馬さんが言ってた通りあって今日なんだけども、6の真がないことから2真しかないですね。うん。で、4番に関しては、8番話聞いてなくて印象が悪いんですよ。で、あなたもブーメラン刺さっていて話聞いてないです。7番の印象が悪い理由は私明確に言いましたよ。盤面考察は占い師において少し入ってくると思うのに、7番っていうのは盤面考察した人物を人外目に追うって言っていたから、そういう部分を全く使わずに考察するのかって、だから印象が悪いってちゃんと言ってるんです。8番9番さんそうやって言ってました？私がそうやって言ったんですよ。4番さんこそ話聞いてなくてブーメランかなって思っているんだが、はい、私は4番に入れるけど、騎士権限使うなら好きにしてください。以上。2番のプレイヤーが発言します。なるほどね。いや、これはね、9番さんが人狼だと思いますね。9番さん釣り位置上げなかったでしょ。で、3番は釣りたくない。小僧位置だと言った。じゃ、9視点は1、4、8。まあ、俺が強靭だとして、9番視点ね。二狼いるわけよ。俺を強靭だと置いて。まあ、俺真なんだけど、9番の精査、ちょっと訳がわかんなかったですね、僕は。で、8-1は4番が黒いと言っていますが、いや、俺視点ね、6ロージックで見てるんだよ。6ロージックで見てて、だから6番が一番釣り押すっていうのは、まあ8番も言ってたけど、6一郎ではないわけよ。ただね、9番視点でどこを釣りたいか言わない。これはね、3番が村だった場合は、多分9番の言ってる理論がわかんないと思う。いや、1番はね、なんだろうな、精査はね、まあ合ってないんだけど、ヘイトの向け方が狼っぽいヘイトの向け方じゃないと思ったよ。
3番のプレイヤーが発言します。またね。ああ、占いさっきは1番は一応白じゃないけど把握漏れしてるけど7白じゃない2番って。けどどう取るのこれ。別に4っていうのは別におかしくはないんじゃない、釣り1に上がっても。1は分からんし9番に釣り寄られてるのか分かんないけど、そんなこと言われちゃうと9番は置いとこうかな。カク黒になったらさすがに釣るけど、カク黒はさすがに釣るけど、そんなこと言われちゃったら釣れないよね。だから1、4、8の中で1で本当にいいんだろうかこれ。どっちともあるようなないような。2番がわざわざローで1に村っていう2、1でっていう6、1もなさそうだって考えれば4か8な気がするんだけどね。どっちの真なのかがわからないです僕は。ちょっと別に4言ってもいいんじゃないですか。64も24もあるでしょ。だって4番に触れてないからっていう点では4言ってもいいのかな。まあ8にも言えるけど、まあ9はなんか2番だったらライン切りか。だから、まあ、4で特に問題はないと思いますよ。まあ 5だな、がどうしても1って言うなら僕は止めませんけども、でも4が村だったらやばいけどな。4か81除外って感じなのかな。でも6、1がライン来てたら負けるけど、4か8ってどこなんじゃない。9にする出力寄られちゃうと9にいけないわ。ただ角黒でなったら明日釣るけどね、さすがに。4か8、4より、はい。4番のプレイヤーが発言します。なんか81番さんが、なんか81番さんが結構俺にヘイト向けてる。なんか俺をな、釣りたい人外なのかなってちょっと見えちゃいましたかね。81番さんに関しては、8番さんに関してはなんか発言を精査をするというよりも発言をしっかりしようとする人物って言ってるけど、発言をしっかりしようとするってことは精査をしっかりしようとしてるってことやから、そこに対してちょっと違和感はあったし、1番さんに対しても別にその一番さんが、一番さん話を聞いていないなんて一言も言ってないし、それでブーメランって言われることの意味がわからんから、単純にその一番さんが8、9番さんに乗っかって7番さん叩きやすいとこ叩いてんのかなっていう精査を落としただけであって、別に一番さんは話を聞いていないなんて批判した覚えはないから、一番さんこそ話聞いてないなって思った。8、1番さんが村やったら、ちょっと、なんつうか沼っちゃうなっていう感じですかね。3番さんも3番さんで気になって、なんか呼んでいいんじゃないって、全然理由が不明確やと思うし、なんか3番さんって結構乗っかってきて、僕釣りの流れに持っていきたいんかなって、3目線俺の村が透けてんのかなって思ったし、9番さんに関しては、まあ、印象は良かって、2周目も特に色落ちの要素はなかったから、占い師はちょっと2番さんが5番のプレイヤーが発言します。とりあえずグレーが広いですよね。かなり村不利なんで、かなり不利だと思いますよ。グレーが広いな。9番目線での占い心境だった時って2浪いますよね。特に2番強靭で考えるんだったら3外せば1、4、8、ここ2浪、8が4行く、1が4行く、どうかな。じゃあ1、8で行きますか今日。ただね、1番って俺盤面的な白だと思うんですよ。これは6が1に行く、2番が1白い、2番が、例えば狼だった時って、3、4、5から出てくるっていう可能性がある中で、1番を、まあ、例えば相方が1番だと2、1だったとして、1に白っぽいとか言うかな。そこ、対抗からまず疑われる1であって、もしくは2番さんが人狼で1の白が見えてて、1の票をとりあえずもらいに行く。1個。っていうところから盤面的には一番白だとだと思うんですよね。
948から行こう。948。13だけ外して、今回ね、948の人気で。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に。その疑いには、どんな根拠が。やばいな。4も8も9もあるぞ、これ。右6どっちか分かんないから、ちょっとこれはちょっと自信ない。村の可能性もあんだよな、2が死んだったら4って。どっちからも入れられてんじゃん。追放されるプレイヤーは4段の遺言を発表してください。僕つっても白しか出ないですよ。僕つっても白しか出ないですけどね。僕に入れたのが18。9つってればいいじゃん。放棄、これ強靭かい。これ8も怪しいな。9なんだこれ。6。4、4か。これ、やっぱり1、8番さん、それから2番さん。2、6、新居だったら考えられるけど。言うのがちょっと見えてくるかな。8、9、1。3番さんっていうのも。これ4ブラだった場合、多分負けパターンなんだよな。もう、だから大事だったけど、やらけなかしたな。8番さんに言ったら7、4、5。で、9番さんが自投票。なんで ?9 番さん。ああ、村釣りたくないから。どうなんだろう。やっぱ8、1、2強陣にしか見えへんなって思ってます、現状。やっぱり8番さんのその、僕に対する、なんかフィーリング、その、偽理由っていうのが納得いかんし、1番さんに関しては、なんで俺にあんなにヘイト向けてきたのかわからんし、3番さんに関しても、こんだけ俺がヘイト集まってて、逆に俺が白くならんのかなとも思ったし、だから、8、1、3の中に二人狼なん。夜が更けました。人狼に気をつけてください。表を見てやらかした感が強いわ。表見てやらかした感じよ。赤ん坊だったらきついなと思ったわ。色がマジでわかんない。6は顔に白打ってるから、6人がいい。時点で、もう奇跡の10回に1回の1回だったら諦めるか、もうめんどくさいし。2番も2番でわけわかんないんだもんな。でもな、9番を怪しんでる視点はあってんのかな、9番が。夜が明けました。老人なのかな、9番って。昨夜は、1名の方が亡くなりました。7番、8番のプレイヤーが発言します。1黒、8白、8占いはないな、2番。8占いはないわ。ありえんと思っとるな。1黒か、6神かな、じゃったら。たら6進かな。じゃあ3番の黒ないや。そしたら3番村弾きしよう。よし。1番9番で白白結果出た場合っていうのは3番黒地しようかなって思ったんですけど、6番が素直に1番占って1黒結果で8白でしょ。ないわ。村弾きで1黒じゃない、1黒じゃないかな。1、2、ローロ。9、強靭かな。2番を新強一っていうのがそもそも引っかかって、まあ強靭面もあるかもしれないけど、全然狼もあるから、なんかその狼を外すっていうのが意味がわからん。本当に意味がわかんない。ただ4番はとりあえずつって色見たかったから、4番は投票させてもらった。2番が9番怪しんでて、6番が1番釣りたいって言ってんだから、4番釣ればいいじゃん。俺は3か4どっちか釣ればいいかなって思ってて、3か4やったらやっぱり4番かなって思ってたから4番投票しただけ。1番9番占わせればいいから。はい、2番偽でしょ。1釣ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、自投票の理由定票です。以上。5番さんに言いたいんだけど、ちゃんと私の発言聞いてください。私は6番の位置を新郎位置と言い、
2番の位置を、新居と私は色濃く精査をしましたが、6番さんの2戦目を挙げたんですよ、私は。何なんだろう。なんかすげえ悲しくなった。で、2の8占いがすっげえわからない。私に飛んでくると思ってたからね。2番視点ってどこが狼かってスケール教えてくんないかな。昨日時点で私を黒軸で置いてあるのであれば、私占いを飛ばすのが一番いいのではないのかなって思ったんだよね。まあ私は白でしかないので、はい。どうしよう。8も8でおかしいんだよな。6を芯上げて、2叩いていて、ライン切り。まあ、6視点8、占い位置にずれるからね。その発言だけで。が、今の現状か。そうだな。1、8ロールもあるんじゃないのかなって個人的に思ってるよ。1番のプレイヤーが発言します。はいはい、まず、盛大な拍手で申し訳ないです。本当に、片白つろうとする7番大丈夫かレベルで喋ってたんですけど、把握漏れしてる私の頭が大丈夫じゃなかったです。はい、すいません。1、8ロールをつなげる9番さんは意味がわからないかな。私目線って6が偽なんよ。で、ここに黒打ちしてくるっていうことは、6番っていうのは、ローが一番高いと思っている。その相方っていうのは2が新軸なので、8は省かれ、9か3だと思っている。で、9番の視点がグレーに1、8、ローローだと思う。理由は何だろうか。私は昨日の時点で、騎士権限で釣ってくれて構わないって言ってた人物なんだが。はい。それでローを得るってどうなのかなって思っているけども。6が明確に偽なんよ。で、3番に対しても呼んでいいんじゃないって言ったのがわからないし、3級の精査だと思っている。今日はね、16の欄だよ、16の欄。から私は6に行ってほしいし、6がローだと思っている。そこの相方が3級のどちらかかなって思っている。かな。話聞かないと、いけないかな。っていうところ。まあ、白正面については言ったし、Q3 の3の話、発言まだ聞いてないし、私だけ出遅れスタートしてくから、はい、すいませんね。2番のプレイヤーが発言します。いや、9番さんがさ、自投票してて、で、9番白結果が一番嫌だったのよ、8番さん。だから、ね、9番さんは占いたくないと思ったわけ。だからそこだけは8番さんちゃんと汲み取ってもらいたいなと思ってます。で、やっぱりね、まあ、6番ローだと思うよ。6番強靭だったら黒打ちはできないでしょ。だから8番が言った通り6番は人狼だったんだよ。で、9番が強靭ムーブした狼かどうかっていうことだよね。9番は2番強靭の1、8人狼だっていう追い方をしてる。8番が人狼で1番に投票するっていうことをまず言わない。9番さんが村だった場合は、その精査おかしいじゃん、8番さん。で、俺が占い師だから、自投票してるやつ占うのはナンセンスだと思った。強靭だったら一番ダメじゃん、強靭を占うのが。だから8の強靭はないわけよ。だから8番はちゃんと精査してもらいたい。8番は白だから。村でしかないからちゃんと精査して、6と2の審議、間違えんなよって感じですね。ただ、6、9人狼なのか、6人狼、9強人の3狼なのかっていう場面で。だから3番が村なら6投票するが、3番が人狼、9番が強人の場合は、多分3番はノータイムで2釣りっていうと思う。俺は6人います。3番のプレイヤーが発言します。うん、まあ4番の村つった俺が悪いから、うん、9番が投票大きいしたから気に入らねえから、うん、6番行く。うん。もういいや、6、9か1に。うん、9番が悪いじゃん。自分投票放棄一人で、8占いはおかしいって。いや、9占う方がおかしいだろ、あんな投票放棄して。うん。昨日はね、
あの、もういいんじゃない？まあ、1、2もあるけどね。うん、9番がわけわかんないし、6、9、8強にしかも今見えないんだけど、俺。俺？でもね、これでいいのかどうかわかんないよ。1、2だったらあれだけどね。4番つったら村が悪い。その報いを受けてるってことだ。4番の村を釣ったんだから、ただ厳しいゲームになった。己が悪いってことだ。残念だけど。4番の村だった場合、釣ると、でも6人の投票を見た瞬間、顔は青ざめだね。4番が村だった場合、きついゲームになるなと思った。1、2か6、9なんじゃない？もう。できたんじゃない？どうせ4番か8番、4番に流れる流れだから放棄して。占わせないようにしたんじゃない？ 9 番強人だったら、1、2しかないんだけど。違うか、2、8があんのか。2、8があるんだけど、違う、ないのか。もう、1、8番が露骨に1を押してんだけど、投票見ればわかんじゃない？もう答えは。8番がどうせね、2世だったらね、8、1だったらもう6位って、まあ負けてんだよ、多分これ。9番の放棄がわけわかんないから、まあいいんじゃない？もう、9番が悪いってことで。うん、急釣りでもいいんだけど、本当は。うん。5番のプレイヤーが発言します。まあね。ちょっと待ってください。はい。まあ。4番さん含めたのはね、投票見なきゃいけないっていうところはあると思うんで、1番黒。まあでもなかなか、俺は盤面白っていうふうに置いたんですけど、あと9番さんは申し訳ない。なんか2番さん強人っていう発言が俺の中での印象が強かったです。決め打ち、占いですね。どっちにしても今日の投票は占いどちらか。投票はしてください。お願いします。発言聞いて決めますよ。6番さんが、1番さん取った黒要素ってあったかな？そもそも。1に行きたいって言ったんですけど。ちょっとそれもね、まあ、かなり6番さん最初の発言だったんで、後々で薄れてきてて、まあ、それを言って、てもらって、そこからの判断。ああ、すいませんね。6、1ってことか。すいません。6、1ですね。今日は6、1。6、1でどっち入れるか。はい。6番のプレイヤーが発言します。マジでわかんないから、6つって死んでびっくりした、5番さん。はい。今日6、1、どっちかで。はい。1占った理由は、昨日から言ってますけど、これまあ、俺が昨日の時点では強人見つけつけてないけど、2番を浪費したのを、まあ説明できなかったけど、やっぱ9が強人じゃないですか。まあ2が確実に人狼で、その2番さんが、やっぱり、1を白浪費したところね。はい。あそこの視点、まあ視点付けもしてるし、1の白理由っていうのもあそこの時点ではわからないところをかなりの村置きしてるところは21ローローの9強人。まあ912のハッピーセットですね。はい。あとはまあ、そうですね。まあ一番さん、さっきは弁明しかしてなくて、なんか、把握漏れ、盛大な把握漏れしてるわ、あははって。いやいやいや、そんな、自分、片白まで行ってるし、めっちゃ、もう、黒すぎるでしょ。はい。で、なんか、9番さんを黒塗りしてきて、9番の黒要素の上げ方もおかしいし、はい。9は、まあ、黒まではないですよ。強人だと思いますね。自投票もしてるし。そこの9番さんに釣り上げる要素もないから、1番さんと2番さん。わかんねえよ、これ。村な気がするけど、わかんねえよ。もう知らねえわ。もう。申し訳ない。今回の試合わかんなかった。完全にわかんなかった。8、1でも取れるし、もう9がもう強人で、シンプルに考えた方がいいのか。深読みしちゃった。悪いわ、6番。
もう多分村は負けるわ。俺がミスリード。投票が終了しました。1、2で追ってんの村、マジで。追放されるプレイヤーは、1、2で追ってんの村の遺言を発表してください。こんなの6級とかじゃないの？え？はいはい。もうこれ、間違いなく負けだね。でしょうね。8強、9、6ローローだと思っているよ。3って、もう完全に白だなって思った。あのさ、これさ、まあ負けです、ね、絶対さ、9番おかしいじゃん。投票放棄してること自体がおかしいから。ヒロちゃん、絶対村だもん。5番って何考えてんの？私がこのゲームきちんと参戦できておらんし、把握もあれしとるし、なんで9番の投票放棄したらあれなの？本当に初日におとなしくしないときゃよかったね、ごめんね。9を制裁ずりだから6釣ればいいんだよ。まあ、村だったら6番申し訳ないなぐらいの気持ちで。お城打ってるところもあれだから、え？これ1狼じゃないの？だから6級ロールを8強に見えるんだけど、これ目線違うの？これ8番が4番を押したの今思えば、あっち行ってればよかったな今思えば。4番が8番が9番にはすり寄られたけど、2番の言う通り、言ってない部分が確かにある。夜が明けました。6級じゃねえかなって。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番のプレイヤーが発言します。まあもう君は進行取るしかねえだろうね、残念だけど。はい、2番黒ですね。2行ってください。はい。いや、もうこれは残念だけど、もう無理なんだよ。8番が強靭な時点で無理。はい、意地を張って、2番行って終わり。じじ、お疲れ様でした。2番に行くしかないっす。残念でした。2番に行くしかないっす。まあ、96狼ですよね。ですよね。いやー、6釣られて負けたかなーって思ってたら、5番さん、まさかの1番さん、これ投票してくれてて、ただね、1、2ローローだったらもう取り返しつかないんで、もう、1、2狼だったらごめんなさい。完全に強靭が先般です。はい。ただ、9、6ローローだと思うんで、もうそのまま2番さんに投票しちゃいますね。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい、ニクロです。2番のプレイヤーが発言します。あらー。4番さん惜しかったね。8番さん、強靭だったよ。で、1番さん、1番さんは4番を疑ったと。目の前に、二人がいたぞ、1番さん。何やってんだよ。そして一番何やってんの？5番だよな。1、2、1の追えねえな、追えねえなって言って1言いやがって笑っちゃったぞ。いや、うまいね。1、2、1の追わせた。結局。いや、やっぱりやっぱり。1、2、1。おい。なんで4番ずっと6番が C ってなってたんだよ。もうはちゃめちゃだったな、この村。7、3番。3番のプレイヤーが発言します。うん、まあ、終わりましょう。PC は答え知ってると思うんで。うん。まあ、だとしても2番に俺は行くわ。あともう8番がいる以上もう負けだから。うん。正しい進行論取らなきゃいけない。俺は1、2が村だと思ってるけど、うん、2番に行く。1、2ローローもあるから。なあ、まあ分かってね。2番と1番。これもう、俺視点に立ったらもう8強靭。強靭生存場面は決め進行取らないばならない。なぜ？はい。6番に行った場合には、貸し筋が0だから。はい。2番に行けば1、2ローローだったら 50% 勝てるから。はい。大人の進行論を取るけど、まあ4番釣ったことが範囲だろうな。8番釣ってればよかったね。8番とか9番とか。8釣ってればよかったよ。8と9の言ってる意味がもうわかんないから。8占いこそドンピシャだったはずなのに。もうもはやわけわかんないから。うん。俺を占わないって。占うわけねえだろ。放棄してるやつは。だから言っただろ。
9番なんてもう、あの村であっても制裁レベルで釣ればいいんだよ。うん。狼でやってるかもしれないから。だからもう、96のセット。だから6番に行く。これでいいんだよ。ゲームっていうのは。うん。ま、いいんじゃない?ま、残念だけど2番に行かざるを得ない。うん。50% の勝ちを取らなきゃいけない。村視点に立って。自己中プレイをするわけにはいかない。うん。まあ、1、2が村だと思ってるけど、ただ、8番がいる以上、6行った瞬間、勝ち筋0。2番に行けば一応 50%。まあ気持ちのいいだもう無理だと思うけどね。以上。全プレイヤーの発言が。私はただの石。私はただの石。私はただの石。うん。シルバーでなんだろう。あ、シルバーアッシュ。シルバーアッシュだ。あ、その人強いよ。シルバーアッシュ。シルバーアッシュだ。シルバーアッシュ。シルバーって。シルバーアッシュだよ。シルバーアッシュ。うん、あの強いよ、その人、あの技、あの、ちゃんと、追放されるプレイヤーは、ゲーム終了、人狼陣営の勝利です。いや、待って、マジで申し訳ない、7番さん、マジで。私、盛大なハークモルだし、なんかもう、ほんと。だから、そのハークモルこそが一番は白なんだよ。あ、地球の言ってることの方がわけわかんねえんだよ。言った通り、9に入れときゃよかったのにな。キラちゃん、ごめんね。